はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です、今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。成長するチームと成長しないチームの、この特徴をそれぞれ教えていただきたいです。なるほど、はいはい。どう、誠結構見てた、前現場。やっぱり成長するチームはトップの人が成長してますよね、うん、それはあるな、はい、やっぱりこうリーダーというか、こう自分が進んでってるというか、うちの会社ではこうリードバイエグザンプルっていうんですけれど、こういい手本になるというか、まず自分がどんどん勉強して成長しようとしてるチームはやっぱりその人を見てるんで、みんなも成長しようとするし、でトップが成長した分、こうここの裾野をも広くなる感じだと思うんですけど、こう逆に自分は成長しないでチームを伸ばそうみたいな、こう振り返ってるって感じあるじゃないですか。そうね、そうね、うん、囲おうというか、こうみんなを成長させることで自分はなんかこう後ろを向いてる、自分がリーダーとして前を向いてこうリードしてないというか、そういうチームはなんかちょっとこう鈍化していくイメージがありますね。そうだね、うんうん、やっぱりトップの姿勢というか、うんうん、は本当に大きいなと思いますね、うん、トップが前向いて本当に背中で引っ張っていってるチームはやっぱ伸びてきますし、うん、伸びてないチームはもうトップが止まって後ろ向いて、本当に誠が言うように、うん、逃げないように囲ってみたいなねだるまさんが転んだじゃないですけど、みんな止まっちゃいますよね、うんうん、トップが振り向いてると。伸びてないチームこそ仲がいいような気がしますね、うん、仲間っていう言葉とかをよく使ってるチームは伸びないですね。お互いがプロとしての自覚があって、程よい緊張感があるというかですね、ちゃんと結果を出さないとそのチームにいられないというかですね、まあ、スポーツの選手とかもそうだと思いますし、芸能人とかもそうだと思うんですけど、やっぱり結果出さないとずっとそこにはいられないと思うんですよね。緊張感があるチームの方がやっぱ伸びてますよね、うん、なんかそういうところの方が厳しい環境なんで、人って減っちゃいがちなイメージ持つ人多いと思うんですけど、例えばですけど高校の野球部とかで、うん、みんなで楽しくやろうぜイエーイっていうお遊び野球部って結構部員少なくて9人揃えらんないから陸上部から借りてきたとか、そういう感じだったりすると思うんですけど、超厳しい私立の強豪校とかって、うん、厳しいのに部員が100人いたりとか、もちろん全員が全員じゃないと思うんですけど、やっぱ成長を望んでる人っていうのは当然自分が成長できる環境を求めているので、うん、ぬるま湯体質の慣れ合いチームよりかは、うん、多少厳しくても自分が成長できるチームを選んでいくんじゃないかなと思っていて、結果的に厳しいチームの方が人も多い、一人一人に売り上げだけじゃなくて規模も大きいっていうことが結構あるなっていうふうに、普通なんか逆の気がするんですけどね、少数精鋭みたいなイメージで、厳しいところはなんか一人一人は強いんだけど人数少ないで、優しいところはぬるま湯なんだけど人数はブヨブヨいっぱいいるみたいなイメージあると思うんですけど、僕らが見てる現場では逆で、仲良し小良しのチームの方がむしろ少ない、厳しいところの方がむしろ多いっていう、やっぱ仲間とかそういうのっていうのはその別に悪くないですけれど、うん、こう人間関係で何とかしようとしちゃってる感があるってことですよね、うんうん、飲み会やったりバーベキューやったり、はいはい、別にそれがダメなわけじゃないけど、うん、そういうのでスタッフを引き止めよう、引き止めて、うん、っていうのは違くってっていう、はいはいはい、うん、みんなそういうの求めてから来てるわけじゃないから、確かに確かに、うん、楽しいけど成功しないところと厳しいけど成功するところだったら、厳しくても成功したいから来てる人たちの集まりの方が強いっていうあれですよね、うんうんうん、で実際こう仕事を依頼してくれるクライアントさんも、うん、仲がいいチームに任せたいわけじゃなくて、ちゃんと成果を出してくれるプロ意識のあるチームに仕事って任せたいと思うので、そういうところの方が仕事もの依頼も増えますし、そこで働きたいっていうスタッフも増えるしっていう相乗効果で、そういうチームっていうのは大きくなっていきますね、うん、でしかもあれですよね、うん、結局結果が出だすとそれそれでもう面白いじゃないですか、うん、厳しいからつまんないわけじゃなくて、うん、ちゃんと最初に基礎基本身につけて厳しいところを超えてきて、うん、結果って出るようになると、うん、仕事楽しくなってくるんですよね。楽しい楽しい、そう、うん、そう、成果が出て、まあ、何だったら勝ち負けで言ったら勝ってる時の方が楽しくて、うん、まあ、いつまでも仲良くしてこようしたけど、負け続けてたら絶対楽しくないよ。負け続けてるけどバーベキューでとりあえず普段の鬱憤を晴らそうみたいになってたら、そんな野球部ダメだもん野球の練習よりバーベキューのばっかりやったらダメだよ、そんなの、うん、やっぱり試合で勝たないとね。そうですよね、勝つよ、勝つの喜び、そう、うん、おっしゃーって言って勝っていかないとね、うんうん、まあ、毎回毎回何でもかんでも勝負じゃないですし、うん、何でもかんでも
勝ってばっかりじゃないかもしれないですけど、うん、やっぱり負けて楽しいってことはないですよね、うんうん、やっぱ勝負だから勝っていかないと本当の意味で楽しくないし、楽しくないところに人って集まらないと思うんで、うん、やっぱそういうプロ意識というか厳しいチームの方が伸びるんじゃないか。特に最初ですよね、基礎基本ちゃんと身につけて、うん、結果出るところまで持ってっちゃえば、うん、そんな大変なわけじゃないじゃないですか、うん、できるようになっちゃうよね。そうですそうですそうです、うん、できるようになるまでが大変だけど、ね、そうですよね、うん、本当そうだと思いますね、うん、ゴルフも一緒ですね。また出たよ、また出た。いいよゴルフ。結果が出るようになるとどんどん楽しくなってくるっていう。はい、はい。